ガチですよ。皆さんのこんにちは、キムタクチです。今回やっていくのは千葉県習志野市奈良桑で開催されるイベント、元木さんの宣伝ペアの幼虫をゲットしろというテーマでやっていきたいと思います。実際にですね、私が奈良桑さんの方で抽選会をですねやってきましたので、そちらの様子をご覧いただければと思います。今回は一応その1000点と言われている大当たりの部分が5名様、そして元木さんの血統、有料血統の幼虫が21名様分くらいあって、合計26名様が購入できるというような感じになっております。で、先にねこう並んだ人から徐々に徐々にこうくじ引きみたいな感じで当たりを出るか出ないかっていうのを、その購入券的な感じでね引いていくというような流れになっております。いやー、ちょっとねこの26名の中に私が入れるかどうかっていうのがですね、めちゃくちゃ不安でございます。なんとかゲットできるよう夢旅路頑張ってきましたので、どうか抽選会の様子をご覧ください。はい、皆さんどうもこんにちは、夢旅路です。今回はね、見えるかな、うわすごい、ギャップがすごい、こちらもうね光が眩しいんですけど、奈良桑さんの方やってきました。何人ね並んでるかわからないですが、とりあえず目的の幼虫をゲットしたいと思います。あ、全然誰もまだ並んでないぞ。 OKOK、 おそらく私が一番でしょう。いやまさかねこの中に人が並んでおりますね。よっしゃー、マジっすか、もうゲットですか、やばい。今日は左で一発で引こうと決めてた。いやー、黒田さんおめでとうございます。ありがとうございます。いやー、やばいな、緊張するな、ノートが鳴らなかったらやばいな。ねえ、めちゃくちゃドキドキしますね。一番目でもう一発目引きましたからね、やっぱ持ってる人違いますね。いや、7番目私ラッキーセブンですので引きてぇなー。あー、一発目が、あの中ではいはいってなったら、なったらなったら1000点ペアが出たと。はいはいはい、1000点ペアの時だけ鳴らすんで。わかりました。いや、怖え。上から引くか下から引くかもちょっとありますよね。くじだったら、元木さんの幼虫だから、はい、もし鳴らなくても、はい、なかなか手に入らないじゃないですか。まあそうですね、出された瞬間なくなりますですね。うん、今心臓鼓動打ってる人何人ぐらいいますかね。全員ドキドキ、ね、みんなドキドキしてます。やっぱり聞こえますもんね、自分で鳴ってんのが。金鳴って、自分が金鳴ったら多分階段怒りますよ、うん、俺押します。そしたら奈良桑の階段でこんなにドキドキするの初めてですからね。引きたいですね、マジで引きたい。ありがとうございました。またすいません、お願いします。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっと中が冷えちゃうので、ここはあの閉めます。じゃあ、はい、次の方どうぞ。どうぞ。来たかな。いやー、とうとう来ましたね、夢旅路。奈良桑天然に撮影来ております。そうです、どうです、夢旅路です。はい、では顔出しなしなんで。はい、顔出しなしで、下半身だけで大丈夫です。はい、ございます。じゃあどうぞ。行きます。1枚出ましたね。よいしょ。ほい、じゃあ開けますよ。お願いします。開けますよ。ガチですよ。
ノーマル幼虫。ノーマル幼虫。いやでもね、全然いいでしょ。35番です。はい、はい、OK です。9000円でございます。はい。いやでもね、並んで一応手に入れれたので35番です。そうですね、今日はとにかく幼虫買える人は大勢だったんで良かったです。いや良かったです、良かったです。何もなしじゃなくてね、本当良かったですね。お並びいただきましたんで、今日入荷ですね。はい、今日入荷の答え、はい、いやー、いい、くちゃくちゃいい。はい、ありがとうございます。いや、とりあえず購入できました。ありがとうございました。はい、またよろしくね。またゆっくり来ます。はい、ありがとうございます。ありがとう。まだまだチャンスありますね。はい、ありがとうございます。ダメ。何番？35番。近い、近い。わー、マジで。でも、いい血統なんで。そうですね、はい、中身的にはいいので、はい、このまま帰って、はい、やばくて悔しいっすね、やっぱり。そう、でも、うわぁ、うわぁ、久保さんやばいっすね。持ってますもんね、一番入場で。一番でいい。今日いいものもらったし。まだあれから乗ってないっすよ。何ですか、何ですか。チャリンチャリン。あ、まだ乗ってない、サルコロ。まだ乗ってないし。これもらってきたし。チャンピオンシップのやつじゃないっすか、これ。やば。ちゃんと映さないとやばいな。大本さん、今回受け取ったんすね。うん、ようやく。やば、欲しい、その台。いやいやいや、いやいや、絶対もらえるんですよ。ダメでしたね。ダメでした。じゃあ、すいません。お疲れ様です。楽しいっすよね、イベントは。撮れても撮れなくても。あ、楽しい。いや、俺楽しくないっす。全然楽しくないっす、正直に言って。ずるい、その手で持ってるのがずるすぎるもん。びっくりしたもん、だって。チャリンチャリン。うわ、すげえ、これですか。マベル違うっすもんね。国産風。うわぁ、ペア1000血統って書いてある。いや、もらえない。それももらえない。またなんか送ってくるかもしれない。それももらえないし。明日これ送ったとりあえず自宅に帰って禁止瓶詰めよう。はい、夢試し帰ってまいりました。なんとかね、幼虫の方手に入れることができましたね。すごくラッキーで、当日元木さん本人から追加で幼虫がね届いたということで、26名しか購入できないところ43名まで購入できるというようなスペシャルなイベントになっておりました。めちゃくちゃラッキー。本来であれば35番っていうのは予約券になってしまうところ、購入することができたんですね。いやー、よかった。でもね、よかった、待って、よかったのかな。いや、よくないな。本当であれば、その5人しかね、購入することができない、1000点っていうね、大当たりのところを私は引きたかったので、こればっかりはね、なんとも言えないかなっていうふうに思ってしまいますね。一応、有料血統のね、幼虫。こちらね、元木さん印の、しっかりと購入はできているんですけれども、1000点ペアのね、幼虫欲しかったなぁ。こればっかりはですね、ほんともうしょうがないかなっていうふうに思ってしまいますね。私よりも欲しいと願う熱量の強い方たちに届いたんじゃないかなっていうふうに思います。いやー、今回のこのイベント盛り上がっただけではなく、自分自身もね、これだけドキドキするもんかっていうぐらい鼓動が高鳴ったイベントとなりました。このようなイベント、どこで情報を仕入れるかというと、奈良桑さんのイベントの場合は奈良桑さんのブログで確認することができます。元木さんの幼虫の入荷情報はもちろんなんですけれども、奈良桑さんに来てレーティングをしてスコアまでもしっかり載っているというところが、またブログの面白さでございます。店長自身の食べログみたいな部分もたまにありますので、そういった部分も見ながら楽しんでいただければなというふうに思います。
概要欄の方に鳴川さんのブログ URL を貼り付けておりますので、そちらからご確認していただければなというふうに思います。ブログでしかね告知されることはありませんので、要チェックでお願いいたします。最後までご覧していただきありがとうございます。またの動画でお会いいたしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。まあそうか、先天幼虫ゲットできなかったか。うーん、しょうがないな。よし。